回はこのブリッジというゲームを初めてプレイしてみたいと思います。隣にはどうもこんにちは、こんばんはですね、しっぽぽチャンネルのはい、突然もういきなり男の人寝てます。これ操作するんでしょうか。 ZR お、あ、リンゴが落ちました。リンゴ一歩落とせばいいのかな。当たった。すべてある。動けと。面白そうなゲームの予感。勇気を持って踏み出す足と。まっとうな頭。そして我が家。チャプター1。呼び込んでいます。とにかく斜めにするんだな、ZR で。屋根裏、読み込んでいます。絵の感じがさ、マキが大好きなキューブエスケープっぽいんだけど。携帯ゲーム。知らんけど。もしかしたら。A で続行。プラスでポーズ。パズルなんだこれ。オプション。傾き検知まであるんだ。行きましょう。おお、本当だ。コントローラー傾けると。傾きます。これで。ここで落っこっちゃうんじゃないの、これで。ほい、お、なるほど。なるほど、なるほど。回していって。系のパズルか、これ。 A で続行。あれ？あ、鍵が落ちてきた。あらら、どうやってスライドするの？あっち行っちゃうよ、鍵が。スライドって、スライドって書いてある。ああ、落ちない。あ、落ちた。なるほど、この人怒ったら死ぬのかな。鍵を拾って、え？でもスライドさせたら、あ、いいのか。なるほど。1の3。メナス。
されて死ぬとかあるのかな。あら、いいをしたままにする。あのボールに刺されたら死ぬのか。あ、死んだ。え、あのボールを、危ない危ない、あっち、え、これどうしたらいいの。あ、何回も死ぬ。何回も死ぬ。え？あのボール触ったら死にます。あ、早くする。ああ、死ぬ。ちょっと待ち、待ち。B を押したままにして、あれ死んじゃう。B を押したままじゃ戻れません。待って待って、あ、俺はこっちに歩きながら無理だ。あっつ、分かった、先にボールをあそこの向こうに入れるんだよ。自分もだって傾けたら動いちゃう。俺自分もこっち行っちゃうもん。どういうこと？ボールを俺の方に立てるんだけど、一気にスティックをこうして、あっちの、で、こうやっちゃって、リサちょっと待って。え？自分が行っちゃう、そっちに。あっち。え？ちょいちょい。ちょい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 。え？熱い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 。ちょっと待って。これ。ちょ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 、どうしようもなくない？これ。どうしたものか。どうすんのこれ。え？初っ端からこんな難しいゲームある？ちょっとググりはん、君。だって傾けることと歩くことしか私はまだ。学んでませんよ。ブリッジ、ニンテンドースイッチブリッジ。うん、そうだ、プラスボタンを押したらゲームをパズルをリセットってのがあった。リセットしてもいいですか。リセットする。何か順序が間違ってるんでしょう。こっちに持ってって、自分は、あ、落ちる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 。十。十。
落ちるよ俺。はい落ちた。あ、ちょっとちょっと、いいよ。右に回転させ、ドアをドアの方に。ああ、そこまではいいんでしょうね。置いた。飛び降りる。あ、これでいいんだ。これで自分がこっち行きゃいいってこと。はあ。1の4中庭。できることは傾けることと歩くことだけ。はい。あそこにある鍵を取りかない。高いところ落ちても死にやしない。この鍵を取る。繋がってますな。あれー、あ、まだ生きてない。ということはもっと傾けてあげて、はい、いけた。1の5、螺旋。果てしなく遠い道のりって感じするけど、これだけでいいってこと？あ、でも鍵があそこにありますよ。え？鍵が、あ、鍵を落としていくんだこうやって。気が長い人用のゲームですね。あれ、このままじゃ外に落っこっちゃわないか。落っちゃ大丈夫、その前に拾い上げればいいとしますか。ほいほいほい、ギリギリで、おー、いっと、いやー、いいだねー。あ、それでこれをぐるっと回して、はい、1の6、隅の部屋。
あのボール嫌い。回しをしてのえ落としてのはいこれとおおあれここで急いで左にキーのリセット。どっちにどうしよう。右に回し。戻るよ、元に。どういうことですか？え？ジャンプとかジャンプはないですから。ジャンプはないんです。もう一回言ってください。どうしろと。あ、コントローラー傾けると傾いちゃう。パズルですよ。考え中。わかった。
間に合わない。これリセットですね。さあどうする。これスタートしてんじゃん。これで落ちちゃダメ。逃げろー。ブシュー。そこまで行ってる気がする。これだけの角度あれば、こう歩けんだ。降りてもすぐに回しの。あ、わかったわかったわかった。わかりました。ギリギリまであいつをあっちに行かせればいいんだな。
だと思ってね。はい、やご主人ググってください。ググったら負けだから、もう一回やらせてもらはい。なるほど。チャプター1をクリア。ようやく深淵なる数学への熱意を分かち合える人物を見つけた。私の持つアイデアのいくつかについて共同研究に取り掛かることになった。彼の協力があれば夢を実現させられる。我が家。壁という壁が床だったら世界はもっと広いのに。どうすればいいの ?1 行けばいいの。さっき1行ったよね。で2行けばいいってこと。チャプター2。読み込んでいます。読み込んでいます。もう寝ましょう。じゃあ今日はここまでしますか。そうですね。1日1チャプターで。はい、とりあえず今日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイチャー。